私は今、横須賀市の飛ぶ板通りに来ています。現在6時を過ぎていますが、シャッターが閉まってしまっている店も多く、飛ぶ板通りはかなり閑散としています。一頃に比べると人出が少ない。特に兵隊さんが飲酒禁止令が出たようで、ほとんど飲み通りから消えちゃった感じですが、とっても静かになったんですね。だから飲食店さんも平日は閉めて、週末だけオープンするなんていう話も聞いてるんで、ちょっと寂しい感じですね。金曜日土曜日は相当出るので、それこそ大げさな言い方をすると、もう人がひっきりなしに行き来するような感じですかね。鎌倉の小町通りでないにしても、かなり人が出てる。そういうことからすれば、ここ最近は、どうしたか、ゴーストタウンで、寂しい感じです。ただ、水曜日は休みにしてるところはあるんですけど、それにしても、この閉まり方は、ちょっと尋常じゃないか。日本人の方によく出てきてるから、ね、日が暮れると8対2ぐらいで、兵隊さんをはじめとした外人さんですね。でも10時過ぎると日本人の方がほとんど通らないので、今日も、5000人なのか6000人なのか乗り組みの方がいるので、で出航してしまってますから、そういう意味では5、6000人がそっくりいですから、ね、離れてしまって、もともと静かな状況ですね、今は。ただ、軍の関係者以外でも、この横須賀、特にこの海外というのは、飲食店経営されている方だとか、またアパレルをやられている方もいらっしゃるので、だからアメリカ人のみならず、エジプト人、ネパール人、それからフィリピン人、あと、アフリカ系の方たちも、結構アパレルで店出されているので、若い兵隊さんもいらっしゃるけれども、ある意味ではその兵隊というよりは技術職として勤務されている方たちも大勢いらっしゃるし、戸建てでベースの外で住んでいる、ご家族の方たちもいるので、年齢層はかなり幅があるし、年配の方たちも当時の組みから結構飲みに行って歩いたり遊びに出られたりしてるんですね。そういうふうに感じる方はいるけれども、多分こう地元に長く住んでる方たちは以前よりもずっと安心感を持って暮らせるという話はこの海外の方たちがよくしますよ。ある意味では、そのさっき言ったように警備が頻繁に回ってるってことと、どういった通り自体も街灯照明を LED の明るいものに変えましたし、それから防犯カメラの設置ということも、この商店街自体で動き出しているので、環境というか、物理的な 面でも、その安心安全なという方向で、からだと思いますからね。多分もうご存知の方はご存知だと思いますね。死活問題でしょうから、そういう情報は、公にもプライベートでも得ているんだろうと思いますけど。
現在、禁酒令がいつまで続くのか、具体的な日にちは出ていません。今回は沖縄で起きた事件ですが、こんな風に影響が出てくる現実があります。私たちは沖縄という場所にとらわれず、日頃からもっと身近に考えなくてはいけないのかもしれません。